Hey, how are you? It's me, Sona. Welcome back to my channel. さあ、今日はトリッキーワードというのがジョリフォニックスの中にあります。で、全部で72個、ジョリフォニックスの、レベルの中では紹介をしているんですね。で、ちょっと手作りのね、何でもいいと思うんですよ。自分でこう書いて、お母さんが書いてね、カードを作ってもいいですし、こういうカードを作ってます。で、トリッキーワードなんですけど、これをね、トリッキーワード覚えた方がいいですかっていうご質問をちょいちょいいただくんですけれども、そうですね。結論は、覚えても覚えなくてもいずれでもいいかなと思います。ただ、わかんないですが、子供たちを見ていると、こういうフラッシュカードでは覚えにくいのかな？どうですかね？例えばここで覚えるじゃないですか。で、じゃあ絵本の中で出てきて、それが言えるかって言われると言えないケースとかもあるんですよね。ちょっと不思議だと思いませんか？これではこうやってね、フラッシュで覚えて、絵本の中に登場してくる同じ単語を読めなかったり、また読めたりする。ちょっと不思議な現象かなと思うんですけど、そうですね。なので、一応これ作ってはいるんですが、たまにね、使ったりもしますけれども、そんな意識的にこうフラッシュをこうして、覚えるっていうことは実はしていません。はい。まあそういうね、そういうやり方が、子供にとって、やりやすいとか、好きだとか、得意だとか、その子その子によって違うので、そういうお子さんはいいかなと思います。はい。ただ、そこでの単語を覚えたからといって、英語にすぐ直結するかって言われると、幼児さんの場合は特にですけれども、小学生ぐらいになってくると、意外とこの文字を認識する能力っていうのがぐっと上がるんでしょうね。割と高学年、5年生とかになってくると、割とこっちでも覚えて、こっちでも覚えて、こっちでも使えてっていうのが、できるようになってくるように感じます。はい。ただ、幼児さんに関して言うと、そこまで、活躍はしてくれないかなと思います。はい。残念ながらね。なので、大変でしょ？フラッシュカードをお母さんとするの大変なので、結論はもう大丈夫よ、しなくていいですよっていうことなんですけど、どちらかというと、こちらよりも、絵本の中で U が出てきた時に U と読める。絵本の中で、この絵本で U と出てきた。こっちでも U と出てきた。そういう感じで U っていうものを覚えていった方が、私は断然早いと思ってます。だって、絵本の中にたくさんの単語があって、たくさんの文章があって、もう、全然桁違いに違うじゃないですか。これいくらこうフラッシュカードしたとしても10枚、20枚、もうちょっとね、全然違いますよね、段違いに。はい。なので、絵本でそのまま覚えていった方が、効率的かなと私は考えています。まあ、いろんな考え方がありますので、いろいろ挑戦してみて、お子さんに合うものをぜひ見つけてやってみるといいかなと思います。Alright, thank you for watching. Bye!